本のパリ五輪で、フェンシングの日本選手初となる個人種目の金メダルが期待される江村美咲、タチヒホールディングス、イコール大分市出身イコールが本市のインタビューに応じ、晴れ舞台への決意を語った。女子サーブル個人では、日本勢で初の世界選手権2連覇中。競技発祥国のフランスで世界王者として挑む大会で、名前のように美しく咲くことを目指す。 聞き手後世イコール山田孝人昨年は世界選手権で連覇を達成全種目を通じて日本選手として初の快挙を成し遂げた最初の優勝から2度目の優勝までの1年間なかなか国際大会で勝てなかったそれでも世界選手権という一番大事な試合で優勝できたことは良かった重要な試合で結果を出したことは自信にもつながる 一度目はどこかで、まぐれかな、これが自分のピークかな、とか考えたりしたけど、もう一度取れた。自分をもう少し信じてもいいのかなって思えた大会だった。自分を信じる、信じて戦うというのは課題。なかなかできないこともあるけど、それが本当に大事な時にできて、試合を楽しめれば、パリ五輪でも金メダルを取れるんじゃないかな、と思う気持ちが芽生えた。 初出場の東京五輪は女子サーブル個人で3回戦敗退。あとちょっと何かが強くなれば、メダルにも手が届きそうだった。その悔しさと、まだまだ頑張りたいという気持ちが入り混じった感じの五輪だった。五輪後、新たにモチベーションを高めるのに苦労があったと聞く。これ以上、何を強化すればいいかわからなくなった。何をすればいいのかわからないまま、 とりあえず練習をして体を動かしていた。あまりしっかり休んでいなくてそのまま次のシーズンに入った。コロナ禍だったので帰国したら隔離がその都度あって練習ができなかった。試合と試合の間にも帰国せずずっと欧州に滞在する時期が長くて慣れない環境で心のリフレッシュをしきれないまま試合も続いて練習がかなり嫌になった。 パリ五輪に向けててどう立て直したのか東京五輪後から指導を受けるフランス人コーチのジェロームに相談した。正直に今は本当にフェンシングがやりたくない気持ちになっちゃってますと伝えたら休めと言われた。3月も燃え尽きて本当に出たくないけど出なきゃいけない試合があったがそれが終わったタイミングで2週間ぐらい休ませてもらった。 その時に国内旅行に行ったりした。髪の色はまだ暗かったんですけど、その頃に初めて全部ブリーチ。脱色をして、明るく、金髪に、しました。フェンシング界では初のプロとして活動している。休むことは勇気もいることだ。東京五輪後には休みが1ヶ月ほどあった。当時は休日で休むことが悪いというか、そういう時こそやらなきゃみたいな気持ちがあった。 ちゃんと休んだのは初めてだった。休む勇気を得られたことは大きい。大分県日田市でフェンシングを始め、小学4年島で過ごした。故郷への思いは、思い出はたくさんありますよ。合宿とか試合で帰ることが多いですけど、その時に必ず行くお店があるし、住んでいた場所の近くの公園とかは、なんとなく帰るたびに巡っちゃう。思い出巡りみたいな感じで。 近年の水害などでニュースで名前が挙がればいつもすごく心配になる。父は1988年ソウル五輪代表の浩二さん。母の高江さんもエペ代表で世界選手権出場の経験があるフェンシング一家。重圧などはなかったのか。感じたことはない。両親が全く重圧をかけてこなかった。スパルタでもないし、 ののびのびとさせててもらっていたカーはむしろフェンシングじゃなく他競技をしてほしかったみたい。団体球技とか世界選手権を連覇したことで影響力も大きくなった。自身が伝えたいフェンシングの魅力は難しい、フェンシングは見て面白いというより、やってこそ面白いところもある。スポーツ界のチェスと言われるくらい、戦術で頭を使う戦いで、展開は一瞬なので。 サーブルは特にそう。スピードやパワー勝負と思われるかもしれないけど、ミリ単位の調整とかもある。その中でスピードと迫力を感じてもらいたい。